おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔を見せてくれるよ。皆さんこんにちは、アプサビートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。今回は皆さんと一緒に親子丼を作ってみたいなと思います。親子丼、まあすごい簡単に作れるし、親子丼できれば他人丼もできるし、カツ丼もできるし、いろんな丼物に応用することができるので、ぜひ覚えておいてくださいませ。すっげー簡単にできるから多分すげーよく作ることになると思うぜ。よかったら参考にしてくるの。というわけで、まず恒例の材料の確認をいってみたいと思います。材料の確認、まず 鶏肉、今回は胸肉を買っておりますが、もも肉でもどちらでもいいです。あと玉ねぎ1個、そしてめんつゆで、あとちょっとの砂糖と、あと卵という感じでございます。めんつゆでもうほとんど味付けを済ませてしまいます。とってもズボラに行ってみたいと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえずは鶏肉をまず下ごしらえするところからなんですが、なぜか私は今回こんなに大量に買ってしまいました5枚入っております。まあ後でこれね、1枚ずつ包んでその冷凍しとこうかなと思ってるんですけども、小分け冷凍してね、そのいつでも使えるようにっつってね、そんな感じでまとめ買いをしたわけなんですが、それにしても5枚はちょっと買いすぎたかなと、少し思っているところでございます。で、鶏肉をまあ先に切っていくわけですね。ちょっといい、まあ、胸肉でももも肉でもどっちでもいいです。なんかスーパーで売ってた方、安かった方、なんか食べたい方、チョイスしてくださいませ。まず鶏肉を切っていきます。普通に縦でもいいですし、こっち横でもいいですし、まず普通にこう、なんて言うんでしょう、その親子丼に入ってそうなサイズにまず切っちゃってください。親子丼に入ってそうなサイズ、親子丼に入ってそうなサイズ、こんな感じでいつも親子丼に入ってるようなみたいな感じ。まずこんな感じでちょっと細くするじゃないですか。で、そこからこのババババッとまたこう縦に切っていって、まあ、一口サイズにしていくという感じでございます。まあ、これは胸肉だからすごい切りやすいですけども、もも肉の場合ちょっとね、形が、整ってないというか、ちょっとバラバラな感じになってしまうので少し切りにくいんですけども、まあ、もも肉でも胸肉でも、まあ、こんな感じでまず一口サイズに、切ってくださいませ。いい感じです、いい感じです。で、皮のところとかはすごい切りにくいので、何て言うんでしょう、その手を滑らして、手を切ってしまわないように気をつけてください。ほい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 、おす、なんかこんな感じで親子丼に入ってそのサイズに切ることに成功いたしました。で、まあ、このサイズは本当にお任せします。もうどんな大きさでも全然構いません。大きいのが好きだ、ん、大きいのが好きな方は大きくすればいいですし、という感じです。で、本当はちょっとボウルとかに入れた方がいいんですけれども、ちょっと僕は横着なので、このまま酒を少し振ります。酒を少し振って、お塩を少し振ったと。で、まあ、ボウルで、ね、混ぜ合わせた方が本当はいいんですけども、ちょっと僕はすごく横着なので、もうまな板の上でこういうのを済ませてしまいます。まあ、ちょっと酒と塩で臭み消しみたいな感じですね。で、これを避けていって、次は玉ねぎを切っていきましょう。玉ねぎ。今までずっとみじん切りで切ってきておりましたが、今回初めてスライスで、スライスじゃないか、細切りでやっていきます。下の部分を切っていて、ヘタのところはちょっと薄めに切り下ろとして、で、これは捨ててと。まあ、この辺までは、今までのみじん切りと全く同じですね。半分に切って、茶色い部分を抜くと。で、このね、まあ、毎回同じことを言うんですけども、この茶色い部分が残っているとすごく食感がよろしくないので、ちゃんときれいに取っておきましょう。こんな感じです。トゥントゥルテン。で、まあ、ちょっと軽く水洗いをして、で、まな板の上を少し掃除をして、で、細切りというか、その小さく切るときは、まず先にヘタを落としてしまいます。みじん切りのときはヘタを落とさなかったんですけども、今回はこれをまず落としてしまいます。この部分。斜めに刃を入れて、刃を入れて、まあ、こうなるわけですね。で、この状態にしてから、落としていくと。刃を落としていくと。そうすると、まあ、普通に説明しなくても分かるかもしれませんが、こういう形になります。ヘタを斜めに包丁を入れて落として、で、この部分は捨てて。ほい。ほいほいほい。
で、これで OK って感じですね。そしたらフライパンに火をかけて、鶏肉を炒めていきます。胸肉の場合は特に気にしなくていいんですけれども、もも肉の場合はその皮がついてるじゃないですか、お肉に皮。こういう白い部分ですね。この皮のところを先に焼いてた方が旨味みたいなのがすごくたくさん出るので、もしもも肉で仕上げるよという方は、油を引かずに全体的にこの油じゃないや、皮が下になるように、炒めていってくださいませ。炒めるという感じで、火を通すという感じですね。で、今回は、もも肉ではなくて胸肉なので、ちょっと油がないから少しだけ油を入れます。で、バババッと入れていきましょう。おい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 。で、もも肉の場合は本当に油入れなくて大丈夫です。もう皮からすげえ十分油が出てくるんで、油引かずにもう皮だけ下にして、火を通すようにしてみてください。で、このお肉を入れたらしばらく触りません。ちょっと表面に焼き目をつけたいので、しばらくこうという感じで、なんかいろいろこう触りたくなってしまうかもしれないんですけども、とりあえずもお肉を置いたらしばらく、そのまま置いておきます。じっとね、じっと待つわけですね。早く火通んないかな、早く火通んないかなって言いながら、じっと待ちます。で、なんとなくこんな感じで焼き目がついてきたならば、鶏肉をまずひっくり返していきましょう。こうすることで、その旨味を閉じ込めるっていうんですかね、なんか旨味が凝縮するような感じもしますし、なんかこう、旨味が逃げないといいますか、お肉を中に残ったままで仕上げることができると、そんな感じになります。あと単純に見た目がいい。これ大事です。裏返してあげて、こんな感じで、焼き目を全体的につけてあげるわけですね。おいしくなれ、いい感じで火が通ってきました。中まで火通る必要はないんで、こんな感じで焼き目がつけば OK という感じです。こんな状態になったら玉ねぎをガンガンガンと入れてきます。ほら、ほら、一気に行きましょう、一気に。ほら、躊躇しねえぜ、ほら、躊躇しねえぜ。よりだ、ほら、ほら、やってくぜ、ほら、ほら。うわ。で、ここで軽くお酒を振ると良い感じです。軽くお酒を振ります。で、しばらくまた放置という感じです。玉ねぎが、この水分があって、玉ねぎに水分がたくさん含まれていて、結構放置しててもなかなか焦げないので、その間に洗い物とかをしちゃいましょう。で、玉ねぎがしんなりしてくるまで炒め続けていきます。その間に、洗い物したりとか、掃除したりとかしておいて、この周りをきれいに保っておきましょう。こんな感じで、玉ねぎが、だいぶしんなりしてきましたら、次の段階へ進みます。それはどうするかっていうと、麺つゆを入れていくという感じです。麺つゆってこの4倍濃縮とか2倍濃縮とかいろんな種類があるじゃないですか。なんでこれ4倍濃縮だったら、例えばこれ 50ml 入れて、150ml お水を入れて、薄めるって感じなんですけれども、ちょっとね、濃いかなぐらいが、良いかと思います。ちょっと濃いかなぐらい。結構僕はもうこの辺ざっくりやってしまうんですけれども、ちょっと濃いかなぐらい。とりあえず麺つゆと、お水をガーッと入れてみて、結構シャバシャバだなってぐらい入れちゃって大丈夫です。結構シャバシャバだなぐらい。こんな感じです。結構シャバシャバっすよね。で、このぐらいで軽くちょっとスプーンとかお箸とかを使って味見をしてみて、お蕎麦で、なんかお蕎麦とかでつけて食べるにはちょっと少し濃いかもしれないなぐらい、もしくは同じぐらいが良いかと思います。麺つゆ。で、丼物の時はちょっと甘くした方がご飯と合うので、本当にちょっとだけ砂糖を入れます。本当にちょっとだけ。もうちょっと入れようかな。本当にちょっとだけ砂糖を入れます。そうするとね、ちょっと甘みが強くなってご飯に合うようになるので、麺つゆだけではなくて砂糖をちょっくら入れてみてくださいませ。で、ここからね、そのしょっぱいのが好きな人は醤油入れても構いませんし、甘いのが好きな方はみりん入れても構いません。で、味薄いのが好きな方は、もうちょっと麺つゆを少なめにやってもいいですし、この辺はね、この味見の時に調節をしてみてくださいませ。この時にちょっと味見をして、蕎麦をつけて食べるにはどんな感じかなと。蕎麦をつけて食べるには濃いなとか薄いなとかっていろいろあると思うんですけど、
そばをつけて食べるにはどんなものだろうかっていうのが一つの基準です。まあ、ここで何回かトライアンドエラーをしていただいて、まあ、好みの親子丼の味付けっていうのをまあ見つけていただければなという感じでしょうか。で、まあ、こんな感じでちょっと煮立てるわけなんですけれども、一回このフライパンの中の温度をがっつり上げたいので、ちょっと一回蓋をして、しばらく放置します。で、その間に、卵の準備をしておきましょう。卵を割っていきます。卵は、そうですね、何個でもいいんですけども、まあ、このサイズだと3個ぐらいは入れたいかなという感じですね。2個じゃちょっと少ない、けど4個だと多分多い。まあ、その辺は皆さんの卵好き加減にもよるかもしれませんが、卵3個割り入れることが多いかなという感じです。で、卵を、まあ、溶いていくわけなんですけれども、あんまり溶きすぎない方が、良いです。ちょっとこう白身がね、分離してるかなぐらいの方が見た目も良くなるので、まあ、ある程度は溶くんですけれども、がっつり溶かないようにしましょう。ちょっとこの白身と黄身がまだこの微妙に残ってるかなぐらい、残ってるかなぐらい、このぐらいがすごく良いかと思います。はい、いい感じで、バシャバシャしてきました。で、もし、冷凍庫の中にこういうのがある方は、グリーンピースとかも用意してみてくださいませ。もしくはその三つ葉とか青ネギとか長ネギの青い部分とか、なんかやっぱりこうこの黄色い中にね、緑色いものが入っているとすごいこの絵的に良いので、何かしら緑を入れることをお勧めいたします。なかったらなかったで OK です。もう完璧見た目のためですからね。で、これを流し入れます。よいしょい、よいしょい。ああ、卵3個じゃ足んねえな、これ。やっぱ卵3個じゃ足んないな。もう1個いこう。もう1個いきます。卵。よいしょっといい。ゴー。そして最後にグリーンピースを。しらす。しらす。グリーンピースを散らす。凍っていて硬い。しらす、しらす、グリーンピース、しらす。よし、いいでしょう。で、またしばらく放置をして卵を固めていくんですが、まあ、好みの硬さというのがあると思うんですが、好みの硬さになるまで放置をしてくださいませ。がっつり完熟が好きな方は、ずっと煮てれば OK ですし、結構半熟めが好きな方は、ある程度のところで火を止めるという感じです。で、また僕はその間に洗い物をします。こんな感じです。どうでしょう、どうでしょう、見た目的に。まあ、さっきも言った通り、その緑が入るとすごいこう、ね、なんか見た目が冴えるんですよ。なんかわかります？これ、もし緑なかったら、なんかちょっとしょぼい感じしませんか？ちょっとこんな感じで、グリーンピースとか長ネギとか、もしくはその、青ネギとか、万ネギとか、もしそういうのがあれば、三つ葉とかもいいですね。そういうのがあれば、何かしら、緑を入れた方がいいかなという感じです。で、これでほぼ終わりなので、ご飯を盛ります。ほいほい。では、ご飯もよそって、お味噌汁の準備もして、まあ、こういうフライが一緒かで、まあ、盛り付けをしていきます。どうですか、こんな感じなんですよ。なんか最初すごい、なんかね、そんなに汁あって大丈夫なの、すげえジャバジャバすぎねって思ったかもしれないんですけれども、意外とこの卵が吸ってくれるんで、そんなに言うほどジャバジャバすぎるって感じはならないんですよね。まあ、ちょっとね、汁は残ってるんで、ジャバジャバっちゃジャバジャバかもしれないですけども、まあ、これをね、あとのご飯にそのかけたりとかすると、いわゆるその梅雨だく的な状態になるので、それはそれでまたこの美味しい感じなんですよ。なんで、ここはいつもこのぐらいのジャバジャバ量で仕上げてしまうんですが、まあ、この辺はね、皆さんのお好みで調節をしていただければという感じです。で、ちょっといい感じにこの緑に散らして。おっ、こんな感じです。すごいですね。なんかたくさん作っちゃったな。なんか4食分ぐらいでそんな勢いですね。まあ、こんな感じで、親子丼完成でございます。どうでしたでしょうか。こんな感じです。バババーン。で、今回はまあ鶏肉を使ったので親子丼って感じですけども、これが他人丼だったら豚肉を使うわけですよ。工程はまあほぼ全部一緒です。もう豚肉を先にこうちょっと焼き付けて、あまり触らないようにして焼き目をつけたら、玉ねぎを入れて、で、そのしんなりしたら、麺つゆとかお水を入れて、ちょっとこうね、砂糖を入れて、で、ちょっと煮立ててみたいな、で、卵で固めて終わりみたいな、そんな感じです。スーパーのお惣菜とかで、売ってるロースカツとかを使えば、カツ丼を作ることもできます。僕もたまにやるんですけれども、仕事が終わってスーパーに行くと、そのお惣菜が半額になってたりとかするじゃないですか。
そういうところってこのロースカツが半額とかなってると、まあ、2枚ぐらい買ってそのまま帰ってきたら冷凍庫のポイって入れておくんですよ。でそのカツ丼作ろうかなっていう時は一回そのカツ丼ロースカツを、まあ、常温で解凍しておいてでカツ丼を作ると。でカツ丼を作る時はそのちょっとだけ違うのが、その肉を焼き固めるっていう動作がいらないので、カツ丼の時は玉ねぎをまず炒めちゃって、で、その玉ねぎがしんなりしてきたら、カツを入れて、お水を入れて、麺を入れてっていう感じの手順になります。けれども、やってることはほぼ一緒です。なんで、まあ、親子丼が覚えられれば、他人丼もできるし、カツ丼もできるということでございます。よかったら、覚えておいてくださいませ。それでは、今回は親子丼でした。ぜひ、チャレンジしてみてくださいませ。それでは、さようなら。あはははうふふふふ。